皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回は4ストレップ、レストポーズ、ドロップセットといったテクニックが筋肥大に効果的なのかどうかということについて解説をしていきます。こういう追い込みのテクニックっていうのは、まあよく YouTuber さんとかね、有名なトップ選手の方なんかが、まあ、使ってたりして、自分も同じようなやり方をしたらでかくなるんじゃないかっていうふうに思う方多いと思うんですよね。特にトップ選手なんかはね、ものすごいボリュームのトレーニングをこなしていたりとか、潰れたところからもね、ドロップセットで重量を落としてネチネチ追い込んだりとかですね、筋トレ YouTuber さんなんかはね、仲良しのインフルエンサーさんとね、合同でトレーニングして、しんどいところからね、こう補助をつけてね、何回も追い込んでね、潰れる寸前までね、やって苦しんでる姿を見てですね、モチベーションをもらうなんて、ね、そんなこともあったりしますよね。そういうのを見てモチベーションをもらうこととは別にですね、それが本当に筋肥大にとって効果的なのかどうかっていうことは、一旦冷静になって考えていただく必要があるんじゃないかなと思っているので、今回は追い込むためのテクニックっていうのが本当にね、筋肥大に効果的なのかということについて、私の見解をお話しさせていただければと思います。まあ、まず結論からお話しするんですけども、フォーストレップやドロップセット、レストポーズといった追い込むためのテクニックっていうのは、普段のトレーニングにプラスアルファで加えても筋肥大の効率が上がることはないと思っておいてください。なので普段のトレーニングに加えて補助をつけて、潰れたところからさらに何回も上げるとか、できなくなったら毎セットですね、ドロップセットで重量下げてネチネチ追い込むとか、そういうことをして筋肥大の効率が上がるかというと、そういうわけではないですよと。ただ時間の限られた中でなるべく大きな成果を上げようとしている時には、これらのテクニックは短い時間でよりボリュームを稼ぐために効果的で、筋肥大に効果的になる可能性もあるので、使いどころによってあんまり意味がなかったり効果的だったりしますよと。詳しく解説していく前に、まずこれらのねテクニックがどういうものか知らない人もいらっしゃるかもしれないので、簡単に解説していきます。フォーストレップっていうのは、補助をつけて、まあ中は無理やりですね、上げていく方法ですね。例えば、まあ、100キロでベンチしていて上がりませんというのは、100キロが上げられないだけで、90キロだったら上げられる、そういう状態なわけなんですよね。いきなりその筋力がゼロになることっていうのはないので、だんだんまあ筋力が衰えていって100キロが上がらなくなった時に潰れてしまうわけなんですよね。例えば100キロ上がらないけど90キロだったら上げれますっていう時に、補助で10キロ分補助してあげて90キロで上げる、次は80キロだったら上げれそうっていうところで20キロ分補助してあげて力を出し切るというような追い込み方になります。そしてドロップセットっていうのは、上げられなくなったところで重量を下げてまた続ける方法ですね。でレストポーズっていうのは、限界までやった後で、まあ大体10秒から20秒ぐらいですね、短い休憩を挟んでまたね何回かやるという方法になります。これらの、まあ、追い込みのテクニックっていうのをね使って、びっくりするぐらい大きな体を作っているトップ選手の方とか筋トレ系インフルエンサーの方ってね、たくさんいらっしゃるんで、こういうテクニックを使うと自分も大きくなれるんじゃないかなというふうに考えてしまう気持ちもわかるんですけども、世の中の大多数の人間っていうのは、私も含めてですよ、もう普通の人なんですよ。そうやってインフルエンサーとして有名になれる方とか、競技のね世界でトップに上り詰める人間っていうのは外れ値なんですよね。才能の塊で、そういうびっくりするぐらいの強い負荷にも耐えられる筋肥大の才能もある、そういう方たちなので、そういう方たちを見て我々普通の人間がまるっきりね真似をしたところで同じ成果は出ませんよということで、普通の人がね普通の成果を出すっていうね観点において、必要以上に追い込むトレーニングは実は有効とは言えないんですよね。まあ以前ね、追い込むトレーニングと追い込まないトレーニング、どっちが効果的なのかっていうね動画を出させていただきましたけども、そこでねブラッド博士の研究を引用しまして、いろいろとね解説をさせていただきました。そもそも潰れるまで追い込むっていうこと自体が、あんまりね筋肥大の効率を高めることに寄与しない。上級者になればなるほど、潰れる限界ギリギリまで追い込むことにメリットが出てきて、上級者であれば限られたねセットであれば潰れるまでやることで筋肥大の効率が高まる可能性もあるけども、自力で上げられなくなる、潰れてしまうところを超えて追い込むようなテクニックによるメリットっていうのは限りなく低いというお話をさせていただきました。まあそれと同じでですね、
やっぱりドロップセットやレストポーズやフォーストレップで自力でね上げられなくなってからさらにね追い込むっていうことは普通の人にとっては筋肥大の効率を上げるっていう可能性は低いというふうに覚えておいてください。ただフォーストレップやドロップセット、レストポーズといったテクニックはトレーニングの時間を短縮するのに非常に有効なんですよね。これを証明した、ね、研究がありまして 1RM の 80%、 1回ギリギリ上げられるマックス重量の 80% の重量で3セットやったグループ、まあ、これは高重量グループですね、と1回ギリギリ上げられる 1RM の 30% の重量で3セットやったグループ、まあ、これは低重量グループですね、と1回ギリギリ上げられる重量の 80% で1セットプラスドロップセットを1セットのグループ、これがまあドロップセットグループですね。この3グループに分けてトレーニングをした研究があります。この研究ではこの3つのグループどれも筋肥大効果は同程度だったというふうに結論付けられているんですけども、この3グループの中でドロップセットのグループが一番トレーニング時間が短かったんですね。なので高重量でトレーニングしたグループ、低重量でトレーニングしたグループ、ドロップセットを使ったグループっていうのは筋肥大の効果は一緒だったにもかかわらず短時間でトレーニングを終えることができたんですよね。この短時間でトレーニングを終えることができるっていうのは多くの人にとってかなりのメリットになりますよね。やっぱり皆さん毎日トレーニングだけして過ごすことなんかできないわけじゃないですか。生活していくためにお金を稼ぐ必要があって、そのためにはちゃんと仕事をしないといけないわけですよね。家庭を持っている方の場合はやっぱり仕事だけしてあとは遊んでりゃいいかっていうとそういうわけではなくて、そんな生活してたらまあね、奥さんから怒られてしまうので、当然家事とかね育児にも時間を割かないといけない。そうなってくるとトレーニングに好きなだけ時間を割ける方っていうのはもうほんの一握りで、皆さんやっぱり限られた自由時間をやりくりしてトレーニングのために時間を割いてやっているわけなんですよね。そうなると短時間で他のトレーニングのやり方と比べて同じ程度の筋肥大効果が望めるのであれば、これはすごい大きなメリットになるんですよね。ということで必要以上に追い込むというよりは短時間でなるべく大きな成果を上げるためのテクニックとしてフォーストレップとかレストポーズとかドロップセットっていうのを活用していただくのは非常にいい方法だと思います。時短になるっていうことについてもトレーニングのインターバルについてのね動画でちょっと解説をしているんですけども、トレーニングのインターバルは実は3から5分長くとっていただいた方が筋肥大効果は高いと言われています。ただし限られた時間の中でね、決めたトレーニングが十分できないぐらいの短いトレーニングしかできない、そんな時間しかないっていう時にトレーニングのボリューム、セット重量かける回数かけるセット数、このボリュームを優先するのか、それともインターバルを優先してボリュームは少なくなってもいいのか、どっちが効果的なのかっていうことについては、実は限られた時間でトレーニングするのであればインターバルを長く取った結果ボリュームが少なくなってしまうよりは、インターバルを短くして時短でトレーニングをしてボリュームをしっかりと稼いであげた方が筋肥大効果は高くなるんですね。なのでトレーニング時間がね短時間しか取れない時なんかにボリュームをねしっかり増やして短時間でトレーニングを終える、その中でボリュームを増やすためにこういったねテクニックを活用していただくっていうのは非常におすすめですね。3つね挙げましたよね、フォーストレップ、ドロップセット、レストポーズ、3つありますけども、これらのテクニックをどういうふうにこう時短トレーニングに組み込んでいったらいいのかっていう話なんですけども、まずフォーストレップはもう使わない方がいいです。なぜかというと2人人間が必要だから、いつも2人組とか3人組とかでトレーニングできるわけじゃないじゃないですか。時には1人でトレーニングしないといけない時もありますし、毎回ねペアでトレーニングできるっていう方の方がまあ稀ですよね。まあなので基本的には1人でトレーニングをちゃんと完遂できるようなテクニックっていうのを使っていただいた方がいいので、ここではフォーストレップはもう使わないものとして考えておきます。でそうなると重量を下げるドロップセットか小休止を挟んで同じ重量でやるレストポーズかっていう話になるんですけども、これらのテクニックがそもそもねあんまりおすすめできない種目っていうのもあったりします。それがスクワットとデッドリフトですね。これらの種目っていうのは、まあ強度がめちゃくちゃ高いです。数あるトレーニングの中でもダントツでですね、負荷が高い。
筋肉へのダメージもそうですけども、それ以上に全身の疲労感と心肺機能へのダメージっていうのはめちゃくちゃ大きいです。こういう種目でレストポーズとかドロップセットをやろうとすると、まずですね、息が荒れてしまって心肺機能のダメージでもうまともにできなくなってしまうので、こういった超高強度の種目でレストポーズもドロップセットも使わない方がいいです。まあ、なので時間がない時にスクワットやデッドリフトやりたい時はもう1セットだけにするとかね、もうトレーニング時間を考えてセット数をもうそもそも減らしてしまうっていう策を取るのがまあおすすめですね。まあ、どうしてもねやりたいのであれば、レストポーズでまあ長めにね30秒から1分ぐらい取っていただいて、まあ2セットか3セットぐらいやるような感じになるかなと思うんですけども、スクワットやデッドリフトで無理やりボリュームを増やすためにドロップセットやレストポーズを使うぐらいだったら、高重量で1セット集中してやるっていう形にした方が、これらの種目はまあうまくいく可能性が高いと思います。フォームが崩れるとものすごい怪我にもつながってしまうのでですね、あまり無茶はしない方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ他の種目はどうかっていう話なんですけども、他の種目でレストポーズやドロップセットを使うのはまあ全然ありだと思います。中にはね強度の高い種目もあるんですけども、スクワットやデッドリフトに比べて心肺機能のダメージはそんなに大きくないので、慣れればできるかなと思います。集中してできるかなと思いますので使っていただいて問題ないんですけども、バーベルやダンベルといったフリーウェイトを使う種目については、ドロップセットよりもレストポーズの方が向いてます。なぜかというと、フリーウェイトではドロップセットやるときに重量を落とすじゃないですか。重量を落とす手間がかかるんですよね。バーベル種目の場合はバーベルをラックに置いて片側のウェイトを外して、もう片側のウェイトを外してやるわけですよね。それだけで結構時間が経ってしまうんで、その時間がもったいないんですよ。だったらもう重量変えずにレストポーズでやった方がもっと時短になるわけなんですよね。じゃあダンベルだったらウェイトを手元に置いておけばすぐドロップセットできるじゃんって思うかもしれないですけど、ほとんどのジムで2ペア以上のダンベルを手元に置いておくのはルール違反になるので、ダンベルの種目でドロップセットやろうと思うと1セット終わりました、でダンベルをちゃんとラックに戻して軽いダンベルを持ってきてまたやるという形になるので、これも時間がかかってしまうんですよね。なのでバーベルやダンベルを使ったフリーウェイトの種目でドロップセットをやろうとすると、一人でやるとですねやっぱり時間がかかってしまうので、なるべくレストポーズを使った方がより短時間でトレーニングを終えることができておすすめです。で逆にピンをね刺してウェイトを変える方式のウェイトスタック式のマシンであれば、すぐにですね重量を変えることができるので、そういったマシンのトレーニングの場合はドロップセットがおすすめですね。重量をサッと落としてですね、さらに追い込むことができるので、ウェイトスタック式のマシンはドロップセットを活用していただけるといいんじゃないかなと思います。ということで今回はフォーストレップ、ドロップセット、レストポーズで追い込むトレーニングというのは筋肥大に効果的なのかということについて解説をさせていただきました。潰れたところからこれらのテクニックを使ってさらに追い込むやり方っていうのは筋肥大にあまり効率がいいとは言えないんですけども、逆に限られた時間の中でなるべくたくさんのボリュームを稼いで筋肥大の効率を上げるためにはドロップセットやレストポーズは非常に効果的なので、うまく活用してみてはいかがでしょうかというお話でした。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ビレジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にもですね、ビレジェンド毎月新商品発売しております。お得なセールも開催しております。それらの情報も概要欄に記載しておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。